その辺がすごく ああいう反復練習ですよね、うん、準備運動というか、ああいうのはすごく大事だなと思いつつ、ああいうのはすごくいい方法だなと思いつつ、でもできない、なんか僕がそのままできないなっていうプレッシャーもあります。だから今日見てしまったので見なかったら知らなくね、知らずにやっちゃったってことはできますけど、見てしまったので、あ、しまったってちょっと思いました。はい、発声練習って呼んでるんですけど、そのあーあーあーとか、あんあんあんとかね、あれがね、発音クリニックっていう授業でもう毎時間やって、慣れてくるとだいぶ自信を持ってあー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 ってできるようになる、うん、やっぱり反復は大事かなっていう気がして。反復以外にどういう方法、コツというか。そうですね、結構そのなぜこういうことが起こるのかっていうことを、理屈でですね、結構理論的に、こう説明してらっしゃるのがすごく分かりやすく、そうですね、はいはい、すごく分かりやすかったなと思いますね。はい、ゆきさんは多分察するにこの日本語と置き換えたりいろいろ面白おかしくスッとその理解しやすくなさってるかなっていう。ああ、どうなんですかね、自分の授業自分であんまり見たことがないっていうか一度も見たことがないので、うん、あれなんですけど、僕の考え方としてはその韓国語で使われてる音というものは実は日本語で我々が喋ってる間にほぼ使ってるんですね、うん、ほぼその韓国語に出てくるそのおーとかおーとかうーも使ってるし、激音のーも使ってるし、パッチムすら使ってるんだけれども、いつそれを自分が使ってるかっていうのは気づいてないんですね、うん、でそういう時にこういう単語であなたが出す音がそれに近いですよみたいな感じで、うん、ちょっと一つ二つ教えてください、はいはい、そうですね、例えば日本人が結構その最初の母音のとこですね、つまずくところでアイウエオのオとされるものでオオがあるじゃないですか。ただあれは実際日本人もどっちの音も出しててで、ただ自分は意識してないんですね。例えばすごいなって言う